おはようございます。やばいっす、天気がめちゃくちゃいい、眩しい。今日最高っすね、こんなに晴れてて。滑りたいっすよ。こんなに晴れてんのに俺は滑れないです。今はね、もう11時になります。あそこにリスがいる。見えるかな？ほら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 。器用に、木を登ってってますね。まあ、こんな感じで、本当にめちゃくちゃ天気がいいです。ということで、今日も一日隔離していきます。今日のご飯はリンゴとバターを塗ったパンと、あとこの間のパスタの残しといたやつです。ということで、いただきます。はい、これは夜ご飯のプーティーンです。カナダの郷土料理です。フライドポテトの上にグレービーソースとチーズが乗ってるだけです。はい、ということで、今はね、もう夜の9時半ですね。朝ごはんから一気にプーティンまで飛んで、まあ今に至ったと思うんですけど、まあ何してたかっていうと、普通に寝てましたね。ずーっと寝てました。で、今シャワー浴びました。今日も夢の中でスノボをしてましたね。本当はね、今日コンテストがあったんですよ。なんか自分のコンテストみたいな、なんかインスタとかの動画で見たんですけど、結構面白そうで、まあ、絶対俺行っても何もできないぐらい、なんかレベルが高い自分だったんですけど、見てるだけでも絶対楽しかっただろうなと思って、それ行けなかったのは残念なんですけど、まあ、コンテストには出られなかったんですけど、まあ、夢の中でスノボーはできたんでよかったですね。はい。トロントから友達も来てくれてたんですよ。てか、前々からも来るって決まってて、会う予定だったんですけど、コロナのせいで会えなかったんで、夢の中で会った気になりました。はい、ということで、今日は寝てただけです。で、プーティンは夜ご飯ですね。あれはね、デリバリーでまた頼みました。はい。美味しかったです。ということで、今日はね、もう寝てただけなんで、あれとお菓子ぐらいしか食ってないですね。で、これで、ちょっと動画終わらすとマジで3分ぐらいになっちゃうんですよね。まあ、3分ぐらいの動画が、まあ、理想ではあるんですけど、まあ、なんとなくあれなんで、どうしようね。最近のことでも話しますか。じゃあ、こっちに来て、8月の17日に来たんですよね、確か。だから、9、10、11、12、1。だから、今、今日って1月の10日ぐらいかな？あれ、10日も行ってないっけ？ 1 月の8とか、9ぐらいか。だから、あと10日ぐらいで、こっちに来て5ヶ月が、経つんですよね。やばいっすよね。もうちょっとで半分っすよ。もう、あと、だから2月の17日になったら、もう半分、もう半年になっちゃうんですよね。こっちに来て、もう5ヶ月間経つんですよ。まあ、最初の2週間が隔離だったとはいえ、まあ、もう、一応その日本を離れて、もうそろあと10日ぐらいで5ヶ月間が経つんですよね。早いっすよね。本当に早い。もう5ヶ月経っちゃったかって。早いんですけど、まあ、本当にいろんなことがあったけど、あっという間すぎるっていうか、長かったなぁとも思うし、5ヶ月前とかがもう全然もう2年前ぐらいに感じますね。そう、最初はちょっと動画とか撮ってなかったからあれなんですけど、最初の1ヶ月はホームステイだったんですよね。隔離期間の2週間と、その隔離開けた2週間の計4週間ホームステイだったんですけど、その頃のこととか考えるとめっちゃ昔に感じますね。あそこから1回家帰ってトロントで、今これ、ここが、まあ、カナダに来て3回目の拠点ですね。で、またどっかに帰るから、まあ、少なくとも4回、4箇所に拠点するってことになりますね。まあ、あと2回ぐらい、なんか家帰りたいですね。どうせなら。まあ、そんな感じで、こっちに来てもうそろ5ヶ月経ちますね。英語はね、まあ、その英語力の問題としてはね、良くならないですね。リスニングに関してはね、聞く方にな、関しては、まあ、なんか前よりは良くなったかなとは思いますね。でも全然ネイティブの人たちが話してることとかほぼ聞くわかんない。これ結構持ってなくてほぼマジで全部わかんないし、もう映画とかみんなが見てるとき見てても、ガチで、もうガチで何にも聞こえない。もう本当に内容、目で見てるだけみたいな。だからもう正直別に英語の映画でも、別にインド語でも中国語でもブラジル語でも、多分何語の映画でも見てるの変わんないぐらい、本当に英語は全然できるようにならないです。で、喋ることもマジでできなくて、それ本当困りますよね。もうそろ半年経つのに、だから半年たまに、だから半年だけ留学する人とかいるじゃないですか。そういう人って、そういう人で喋れるようになって帰る人とか、いるんか知んないけど、いたらマジ天才っすね。俺があと1ヶ月で英語喋れるようになって帰れる気がしないっすね。はい、ということで、英語力はそんな感じです。で、最近のね、もうちょっとで5ヶ月で思うこと、もうナンバー1番。日本が恋しい。もうそれに限ります。もうね、日本が恋しいっすよ。本当に。こっちに来て改めて感じたんですけど、本当に日本はいい国です、マジで。日本はいい国。これはもう胸を張って言えますね。胸を張って言えます。日本はマジでいい国。美味しいものが、安く、安全にすぐに手に入る。お風呂がある。あと、なんだ？まあ、それだけか。まあ、あと治安がいいぐらい。まあ、治安がいいね。まあ、何しろ風呂と飯。もうこの二つは、もう俺が人生の中でめっちゃ重要視しているものでもあるから、それゆえに、やっぱり、日本が恋しいですね。まあ、あとはやっぱ友達と家族ですかね。それが、大きな原因ですね。
まあ、つってもでもあと半年でもう帰らないといけないっていうのも寂しいですね。こっちで出会った友達とかもたくさんいるし、まあ、まだカナダには長くいたいけど、やっぱりね日本に帰りたくなりますね時々。まあ、食べ物とか、うん、あとはなんだろうな、まあ、なんかなんとなく日本での思い出とかをなんかたまに写真で見返したりなんか思い出したりすると、あー日本いいなとか、てかあのなんでもかんでも日本の方が便利なんですよ。それは当たり前で、日本には自分の家があって、使える車もあって、免許もあって、バイクもあって、みたいな。で、そう頼る人もたくさんいて、みたいな。でもこっちには何もないんですよ。車もないし、頼るも、頼る人も、まあ、いるっちゃいるけど、そんな太くないっていうか、家が、自分家には、日本には自分の家があって、その、いざとなれば家に帰ればいいし、なんか例えば、なんか困ったら、まあなんか家に帰ればいいじゃないですか。でもこっちは困っても別に家に帰っても何もないっていうか、そう頼ることがないっていうか、頼れる人がいないっていうか、あとはやっぱなんか自分のこの固定してるなんつうんだ、そのなんかなんていうんだ、スペースがないっていうかね。はい、車がねないのもねめっちゃ不便です正直。マジでこっちで車持てればだいぶ自由度広がるなっていうのがあって、ディガーの話あったじゃないですか。ディガーの話なんですけど、もうこれはね車がないことが原因で、もう全てがはいできないですね。なんか3カ所に応募したんですよ。まあブルーマウンテンも含めて。でブルーマウンテンではもうそのなんか滑ってる時にそのディガーの人と話して、なんかマネージャーとかに話してもらって、そのなんか仕事はくれるっていうか、その働けるってなったんですけど、そのなんかブルーマウンテンはそのスタッフハウス、このスタッフ専用のこの寮がそのテレインパーク、ディガー専用、ディガー用にないんですよ。そのディガーの人たちは全員みんな自分の家から通ってるんですよ。1時間ぐらいのところに住んでる人とかもいれば、まあ30分ぐらいのところに住んでる人とか、まあ15分ぐらいのところに住んでる人とか、まあ、みんなバラバラらしいんですけど、多分今15人ぐらいいるらしくて、全員が、家から通ってるらしいんですよ。で、みんな車持ちみたいな。だから、このこっちに、なんか、だからもう、そのカナダの、その地元の人たちみたいな、言っちゃえば地元の人たちで構成されてるらしいんですよね。はい。で、そう、本当にこのスタッフの量がないんですよね、ディガー用。それがマジで最悪です。って感じで、もう車があれば自分で普通になどっかの部屋借りて、まあ、毎日通勤できるんですけど、車がないから通勤する手段がないんですよね。バスはあるんですけど1時間に1本だし、しかも夜8時までしかないから、その9時までとかなんですよ。シフト9時半とかまでの日もあるから、そういう時に帰れないし最悪ですね。はい。で他の2つのスキー場も、1つのところはやっぱり同じです。その寮がないっていう。で1つのところはまだ返信が返ってきてないんですけど、そもそもそこは求人すらしてないんですよ。求人すらしてないけど俺が無理やり働かせてくれって言ってるって感じなんで、はい、今迷ってますね、正直。今1月の、まあ、最初の方で、あと、まあ、2ヶ月ぐらいシーズンあるじゃないですか。ブルーマウンテンでこのまま続けるか、ちょっと、ウィスラーとかバンフとか行こうかなともちょっと考えてるんですけどね。まあ、週またいで。だから1回もうここ辞めて、トロント戻って飛行機で、そのウィスラーとか行って、そっちで働こうかなとかもちょっと考えてますね。そっちでテレインパークアテンダントっていうのが、まあ、そのディガーっていう仕事なんですけど、ディガーの仕事を見つけられれば、ちょっとそれもありかなとはちょっと考えてますね。まあ、結構コストとかもかかっちゃうんですけど、うんみたいなね。いややっぱね、ディガーがやりたいんですよね。こっちのそのディガーの人たちも結構仲良くなって、リフトとか一緒に乗って喋ったりするんですけど、マジで楽って言ってます。それはそうなんですよ。だってずっと滑ってるだけですもん。しかも日本のディガーより多分楽だと思います。だってこっち全然なんか整備とかもしないんですよ。ほぼずっとマジで滑ってるだけだから、いやマジでいい仕事だよってその人たちも言ってて、で普通に俺も一緒に話して、で俺も日本でやってたんだみたいなこと言ってしたら、あめっちゃいいじゃんって、でも普通に絶対ここで働けよって言われるんですよ。もうなんかハウスキーピングなんてやめちまえって。で俺も辞めたいっつって、でその人たち結構なんかそのディガーのここのディガーの人たちはめっちゃ協力的で、なマネージャーに話してくれたり、あの手この手でいろいろな手伝ってくれてるんですけど、その家の問題がやっぱ誰にも解決できないっていうか、できないんですよね。もうそれがマジで悩ましい。まあでもね、その車を持ってないことを言い訳にしたくないんですよね。そのなんかまあちょっと自分の中でなんか座右の銘じゃないけど、そのなんかやりたいことに関して自分に嘘をつきたくないっていうか、その言い訳をしたくないっていうか、なんか例えば、まあ今だったらこれディガーができないって、これ車のせいにしてるじゃないですか、俺は車がないからって言ってるけど、まあ別にそう、本当にそうなんですけど、まあでもまだちょっと何かしら方法あるんじゃないかなとか考えて、ちょっとまだ諦めきれないですね。ケツアゴ。はい、そんな感じで、もう話がブレブレですね。日本がいいって、ちげえや。こっちに5ヶ月来て話してとか言ったらどんどんディガーの話になっていっちゃった。みたいな、まあこんな感じのことが最近頭の中で思ってることですよ。ディガー仕事を変えたいっていうのと、あと日本が恋しいっていう話ですね。はい、そんな感じです。あ、もうやべ、12分だ。これで多分13分ぐらいの動画になるか、ちょうどいいね。まあ、みたいな感じで、まあこの先ね、どうなるかわかんないですけど、まあ引き続き頑張っていこうと思います。あとね、今まあこのことも考えてるんですけど、またその先のことも今考えてて、
その4月とか3月の頭ぐらいに、3月の終わりぐらいに、ブルーマウンテンの仕事とか、別にどこのスキー場いたとしても多分仕事は終わるんですけど、その後に何しようかなっていうのも今結構考えてますね。トロント戻って普通になんかの仕事ついて、普通に暮らすっていうのが鉄板っていうか、その規定ルートなんですよ。友達もいるし、人脈もトロントだと結構できたから、だけどなんかそれでいいのかなみたいな、なんか今しかできない仕事がしたいなとか思って、今ね考えてるのがね、クルーズ船の仕事なんですよね。もはやそれカナダ関係ないんですけど、そのクルーズ船で3ヶ月とか、豪華客船とかでヨーロッパとか回るみたいなところやつの仕事とか取れたら、結構楽しそうですよね。それはあくまで一例なんですけどね。あとは例えば、なんかウィスラーの、夏のウィスラーの方行って、マウンテンバイクの、そのスタッフやって、マウンテンバイクの、を、お休みの時に遊んだりみたいな。とか、あとはなんかバンフとかの、湖の方のレジャーの、バイトしたりとか。そんな感じのことを考えてますね。あと、これ、めっちゃ気が早いんですけど、日本帰った後のことも、何のバイトしようかなとか、いろいろ考えてますね。結構俺なんか先の、その未来のことを考えるのがめっちゃ好きなんですけど、この、つい直近のことを考えなきゃいけないのに未来のことも考えちゃうんですよね。かといって超未来のことは考えられないですよ。超未来って言っても例えば3年後ぐらいの未来のことは考えられないですけど、想像できる範囲でのこの未来を考えてますね、ずーっと。はい、でも今とりあえず俺に今絶対に大事なのは、はい、このブルーマウンテンの仕事、なんですよね。そんな感じで、こんな感じでした。もうめちゃくちゃですって言ったタイミングで携帯落としました。はい、ということで、そんな感じなんですよ。そんな感じですということで、今もう10時ぐらいなんですけど、歯磨いてもう寝たいと思います。で、寝る前にちょっといろいろ考えながら寝たいと思います。はい、あとね、じゃあこれだけ話すわ。あと、仮にディガーの仕事取れたとして、でもディガーの仕事も、今ハウスキーピングの仕事も、ブルーマウンテンの、同じその雇用主の元で働いてるんですけど、俺な、ハウスキーピングの方のマネージャーに仕事辞めたいっつうか、仕事変えたいっつったら、ダメって言われて、その90日間はっていうかシーズン終わるまでの契約だよ、みたいな言われて、だから俺仕事の時鬱で、死にたくなるみたいなこと言ったら、じゃあ変えてあげるけど、そのテレインパークじゃない、仕事なら変えれるみたいなこと言われて。てか、そうなってくると、もはやもうブルーマウンテンで仕事変えること結構不可能になってきた気がするんですよね。普通家問題じゃなくて、そもそもハウスキーピングの方から変えちゃダメって言ったら、もうその会社が同じなんで、わがままなやついるよ、みたいな普通に上が知って、その人事の人たちが。ハウスキーピングでわがまま言ってるやついるよみたいな感じで、いや絶対そいつのことテレインパークアテンダントにしないでしょみたいな話になりそうですよね。つか絶対なってるよね、もう思ってるんですけど、これ結構冷静に考えたら、これ結構不可能すぎる話なんですよ。最悪です。もう他のスキー場当たるしかないっすよね。つっても他のスキー場に行く足もないしね。あと結構気づいたんですけど、カナダのやっぱリゾバっていうか、スキー場の住み込みバイトは、マジで日本と違う。もう日本は大体全部寮がついてるんですけど、こっちはマジで寮がない。ほんと寮使ってる人たちは、結構カナダ人じゃない人がほぼ寮使ってるみたいな感じですね。大体他の人は、みんな1時間とか30分とか、1時間圏内ぐらいから通勤してる人がもうほとんどですね。だからちょっと自分の知識の甘さを感じましたね。こういうとこからもやっぱ日本は恵まれてるなと思いますね。だって日本のリゾバなんて神でしょ、普通に。家賃かかんないとか、かかってもほんのちょっとで、もう無料か、ちょっと安いで、あともう金はただ入ってるって、もう最高でしょ。最高でしかないよね。本当にホームレスの方とか、あと、一人、独身というか、学校とかも行ってなくてニートの人とかで、だったらもうみんなリゾバすればいいと思いますよ。だって、普通に家賃、普通に暮らしてたら家賃とかかかるじゃないですか、実家じゃなかったら。だからもうリゾバ行けばもうすべて完璧ですよ。金も貯まるし、楽しいし。その楽しくないとこもあると思いますけど。みたいな感じで、リゾバの宣伝でした。ということで、おやすみなさい。隔離の3日目の終了でした。明日は隔離4日目です。おやすみなさい。